でスタッフさん5番お願いします中国代理人と、まあ、これは、ね、実は僕は、ね、非常に複雑な思いでピックアップさせていただいたんですが三木慎一郎さんのツイッターです、小田知元行元参議院議員ですね日本と中国は非常に重要な隣国であり経済交流は非常に重要です今、中国から撤退する日本企業も出てきています。 経済交流や発展は政治的安定なくしてありえず政治的安定がなければ経済活動の発展も困難です私は橋渡し役まあ多分中国との橋渡し役としてという意味だと思うんですが政治家の役割を担っていきたいと考えていますですってっていうことなんですよね。まあ この後に及んで、えー、小田氏候補、自民党の全国比例の候補者なんですけれども、この時期にこういう発言をされているんですが、吉田議員いかかがですか、まあ、あの人間はね、尾手骨っていうのがあって、猿の時の残滓が残ってるんですよね、尻尾。でこのの民主党の残がまあ ビデオことどころかね、もう隆々と長い尻尾が残ってる人で、だから自民党内でも二、あのー、階派に行ってるんですよね。うん、だからまあ、やっぱり自民党さんはこういう人を公認すること自身がもう党も国も、あのーまあ、損なうんですよと、まあ、真摯に反省していただきたいなと、まあ、この人はね、多分変わらないんで、と思います。はい 僕はこれちょっとピックアップしたのはね小田,地もう小田ちゃん小田ちゃんって言いますが小田ちゃんにねちょっと心変わりもちょっと修正してほしいなっていうそういう思いでいっぱいなんですよで実はね小田地議員は実は自衛隊についてすっごく造形深くって、うん、で民主党時代にあの西村慎吾さんとね同じ選挙区だったんですよね。 で西村慎吾さんが3万3000票で小田ちゃんが4万4000票だけど西村慎吾さんが当時の自由党でえ比例の上位だったんでえ西村慎吾さんが3万3000しか取ってないの小田ちゃんが4万4000取ってる西村慎吾さんがえ比例で当選してるっていう <laughs> そういうところから民主党と自由党が合併した時にさあどっちが候補者になるんだと。実際その 選挙区でたくさん取ってるのは尾立なんだけれども尾立はどういう判断したかっていうと西村慎吾さんの方がつまり象徴的な部分がやっぱりあるからまあ次あの参議院っていうそういう計算はもちろんあのしていたんだと思うんですけど西村慎吾さんを,をとにかく立てて自分がね選挙区を西村慎吾さんに譲ったっていう経験があって僕はその時のね、あのー、いろんな経緯を 一緒に話を聞いてた間柄なんですよね。で、福島の,、ね、あの自衛隊の、まあ、か細かくは言いませんけれども、まあ、とにかく自衛隊にはものすごく理解があったんだけれども、まあ、民主党の参議院議員を2期10年、えー、務めた時にやっぱり平和安全法制に大反対したんだよね。<laughs> でこの間、ほら文化人放送局にね、出演されてるんですよね、お、ね、ですに。そうなんですよ。えーまあ、ちょっといろんな経緯があってですね、その時も、番組で言ったのかな、まあ、あの時平平安全法制に大反対したのは、今も自分は反,あの反省しておりますみたいなことで、でも3年前の、うん、参議院選挙の全国平例で出てね、この時は動物愛護団体と、あと猟友会と、あとはね、ここでね、 パチンコ遊戯協会から推薦もらってねやっぱ選挙やってで落選してまた今回出てるっていう中でねえおいおいおいと小田ちゃんの本質はこうじゃねえだろうとまあ僕はあの彼がいかにその国防のことを当時の民主党の中で一緒にえ絶滅危惧種と言われる中でねえやった間柄なのでね えー、もうちょっとこっち戻ってこいよとそういうねちょっとあの友情をめいたことも含めてね、えー、これをピックアップさせていただきました非常に私的なあ気持ちであの、うん、取り上げさせていただいたことをお許しいただきたいと思います、うん、それでは6番三木慎一郎さんの件ですね。 えー、これはまあ吉田議員、ちょっとおご自身でちょっと紹介していただけますか。えー、いや、えっ、ー、と、これ、うん、結構今、渦、うん、中の人物ですよね。<laughs> えー、そうですねあの。まあ、岸田さんはもう、俺の言う,言うことを聞く,聞くんだみたいなことを言って、え炎上されてる。という。ふうに されてるんですけど、僕はそれを確認してないんですが、そういうことで炎上している人ですよね<お>と、で<お>ちょっとサイドの情報だと、ガチで言ったらしいって言って、自民党内でも,も問題になっているらしいということはあの、サイド情報で聞いてるんですけど、これは長尾先生の方がね、詳しいと思うんですけど、であともう一つこ、この人はね、あのー、別の芸能関係でも、ちょっと今、炎上騒ぎを起こしている、えー、人。 ある、まあ、なんだろうな芸能人を、まあなんだろうえー、擁護して、まあ、ちょっといろいろなその、えー、ことによったらですよあの、まあ、もみ消しみたいなことにも関与したんじゃないかみたいなことが言われている方で、まあ、そこはちゃんと、えー、説明責任を果たしてほしいなっていう、こういう状況の方なんですよ、そもそもが。 でそしてその方が、ミ、ま、キ、あえー、さんが、まあ、今回紹介されている通おり、まあ、ガチ親中派っていうね、<laughs> ゴリゴリ親中派っていう、これあの、エビデンス付きの、あのーまあえー、ツイートをミキさんがされていて、まあ、なんて言ったらいいかな、あーまあ、岸田政権のを一つの親、 シンボライズする人ですねっていうかね岸田政権の,その、まあ、特色特質を代表する、えー、人の一人だなっていうことですよね。なるほどね、はい、まあ私もねあの、まあ、木原誠二さん周辺の人たちをかばう気はないんですけれど相当財界も悪いことやっぱりやってるからね。 <laughs> 私会社員の頃ね結構接待で西麻布とか六本木とかでそれこそあの企業経営者が集まるロビーみたいなところにあの出入りして、えー、まあ,あ当時例えばビットバレって言われて渋谷に IT 企業関係者が集まっていた頃ずいぶん若手の経営者いっぱいいましたよ。 でその中にあのサイバーエージェントの藤田さんとかあと当時オン・ザ・エッジの堀江門とかあとはあの創業間もない、えー、三木谷さんやなんかもあのいらっしゃってで一番あの悪いやつが逮捕されちゃったあのノバの社長駅前のノバのね、えー、社長室のすぐあの裏側にちょっと違うベッドルームがあったとかね <laughs> 意外とちょっとねあの接待やなんかでそういうところに。えー まあ、私も多少関わりのあったことがあっていやもうね、えー、その場にいなくてよかったなって思うような大変あの悪さをたくさんしていたんで,で、ね、僕はねカバウキはないんですけどたまたまそこに政治家が行っちゃったってパターンはあったのかなっていうそういう気はする。えーまあ、政治家叩く前にねちょっと財界の方々もねちょっとあのお遊びは。 ひどすぎるんじゃないのって、えー、それはねあの写真撮りましょうって言ったら僕ら断りませんし、えー、一緒に飲みに行きましょうと言われれば断りませんのでね、えー、ただこの時期にねやっぱちょっとこういうスキャンダラス的なことはねあのちょっとあの嫌な感じがあのいたしますよね。はい ならば言ってください、スタッフさん、えー、と上海電力問題の真珠を探るということで、問題の根底に驚きの構造があったということで、わが大阪選挙区の松川悪いがね、えー、昨日上海電力問題について、えー、同首の前田和彦議員と一緒にですね、かなり長い番組をやっておりましたよ。あガンサバイバーライダーさん、声援ありがとうございます。 保守の皆さんは反日左翼活動家と思考回路が違うので嫌がらせとか迷惑行為はしませんが少しおとなしすぎるのが弱みかとベンジャミン・ディス・レイの指摘イギリスの政治家です成功者が必ず持っているものそれは人に感謝する気持ちということでメッセージをいただきましたありがとうございます。えー、とマツカールのね、えー この YouTube チャンネルの URL をすいませんスタッフさんあのチャット欄に貼っていただけますかでこれはあくまでもね政治家松川るいがあ外資それも中国共産党と直接関わりのある100%出資子会社日本法人に電力インフラを 抱えられて牛耳られていうのはいかがなものかという問題提起以上の踏み込みはありません、えー、ただ前田議員はもと 財務省の金融庁の検査官の経験もありますのでじわじわと事実をもとにですね一個一個外堀を埋めるという議会質疑をやっておりますのでね、えー、ぜひともちょっと皆さんにはこの松川るいと前田大阪市議会議員とのやり取り動画をぜひちょっと 見ていただきたいなと思っております。じゃあちょっと吉田議員のコメントいただきたいところですけど、ちょっと次いきますね。はいえ。吉田議員自身のツイッターです。えー、テロ噂またあ願望放送うんざりということで。これはちょっとご自身で、ね、ちょっと変えしました。いやこれはあのいいです、うん、あの。 書けないからこういうふうにぼかしたんで、あのこれはね、ちょっとあまりに怒りがもう沸騰して、140文字では到底ね、書くと誤解されてしまうようなあのい放送、報道と言いたくない放送があったときに、ブチ切れてあの書いたものなので、あ<ー>まあ、これちょっとな流してください、あのあ改めて冷静に定期し,しますから 5,、はい、文字ぐらいであのしゃべってもいいよ <laughs> <laughs> まあ、改,め改めて、はい。はい、そうですか、分かりました。はいはい、あご本人のご要望ということで、じゃあエネルギー問題、これも吉田議員、ご自身のツイッターなんで、ご自身でちょっと解説してください。はい、これは真面目なんで、あしたさっき真面目だったんですけど、これはですね、えっ、ー、と、えーな、なんだっけ、えー、ちょっと待ってね、えー、ピックアップすると、僕はね常にインリブリ、あそうだ、えー、ビジネスインサイダーという雑誌。 があってですね、まあ、その電子版ですよね、うん、ここで、えの月だ,だ、だ昨日付けだから、まあ、結構新しいんですが、タイトル、日本は脱炭素路線のままで良いのか、電力危機を受けて石炭火力に回帰するヨーロッパっていうです、ね、でこれあのえ、経済の関係の人が書いた、政治の関係じゃないですね、経済の関係から、あこの人はねえ、土田洋介っていうですね、 えー、三菱 UFJ リ,、うん、リサーチコンサルティング調査部の、まあ、副主任研究員という方の、まあ、記名記事なんですけれども、まあ、ヨーロッパがずっとそ,のそれまであのロシアの、えー、ウクライナ侵攻まで、えーまあ、日本の石炭火力みたいなものはその、えー、い,いけないんだと、ごまかしごまかし,し CO2 排出続けやがってみたいに言って、まあ、日本の,石,、うん、あの石炭火力を潰しにかかっていたのに、まあ あのロシアのウクライナ侵攻で、えーまあ、ロシアの、えー、天然ガスだの石炭だろうっていうのが制裁、まあ、しなきゃいけないというふうになった途端にコロっとです、ね、あの石炭火力が実際今すでに回帰を始めているわけですね。で、中、えー、でなのに日本は、まあ、惰性のように従来ぶったたかれていて渋々やっていたように、まあ、石炭火力をあのどんどんまだいまだにやめる方向性が、まあ、惰性で続けているわけですよ。でこれについて あのまあ政治的なポリティカルコレクショスじゃなくて、経済の側から見ても、こういうそのえ機敏な対応、反応、方針転換ができないで、日本はいいんですか、大丈夫ですかというえ記事なので、本当は経済界には機敏に反応するはずの岸田政権として、この記事を読んでもらえると嬉しいな、そして機敏なその方針転換をしてほしいなというえツイートです。 はいいありがとうございます実際ね G7 でもね G7 議長サマリーで排出削減対策が講じられていない石炭の段階的な削減ならびにクリーンエネルギーおよび再生可能エネルギーの拡大は環境的および社会的に公正である必要があることに合意したっていう、まあ、遠回しな言い方なんだけどやっぱり日本のような非常にこう 削減対策が講じられているものは積極的にやってみましょうというのがあ議長サマリーだったのでね、元あの日本はあのせっかくなんで、だから岸田大臣あの総理もね、それを言えばいいのにね、言わないんだよね、いい成果があるのに、これはあの<電>渡辺先生がそれを、ね、あの指摘されていらっしゃいましたけど、あごめんなさい、どうぞ。 未だにこの節電しか言わなないいじゃないですかそうだ、ね、ポイントとら、やっぱ総理大臣とかあの政府っていうのは、方針を示してほしいんですよ、しかもその方針が適切、妥当な方針を要するに実現するのは先になるかもしれないけど、なる,なるべく前倒しで急ぎますとかね、あのそうやってそのダイレクションをするのは政府の役割のはずなので。 あのそういう、まあ、本当に本質的な本来の、えー、政治をやってほしいと、まあ、こういう論文も、ね、あのサ,ポサポートするから、その方針転換を、あの経済からるサポートするでしょうから、えーまあ、勇気を持って安心してそういうふうに舵を切ってくれという意味のツイートです。じゃあ、G7 で、ね、それだけの成果を得てるわけなんで、それをしっかりと言えばいいわけですよ。えー、言ったことは、やれる環境はあるわけでね、やれるんですよ。えー ただまあ選挙中なんでねあの波風立たないようにしようっていうのが本音なんじゃないですかね T&T さんから2000円スパチーいただきましたありがとうございますなぜ天然ガスはクリーンで石炭はダーティーなのか CO2 の排出,量は排出量はかつて BTU 換算で天然ガス100に対し石炭180だった技術の進歩で今や100対130ほど差は約3割に縮小この くらいの差で天然ガスは使い石炭は使わないのは誤り そもそも2005年以降 CO2 排出量の増加に相関する気温上昇は観測されていない IPCC は太陽の活動と宇宙線量のほうが、まあ、これ、国点のことでしょうねが気温に影響している不都合な真実に目をつぶるということであります。またあのスパチャいただきました働く農業青年アット・ファークさん 1000円ありがとうございますこの完了は一度決めたら変えられないのです軌道修正するということは先輩のね判断を否定することになるという変な思考回路がありますねこれね組み込まれているので日本の将来より自分の立場を優先してしまうのですということでまああの的確なあのご判断だと思います あと辻さん、もうなんか,なんかいっぱいあの小刻みに、あの辻さん、ありがとうございます、えー、200円頂戴しました、日本国の突破しっかりしないとここまで悪くなるとはということで、えー、立て続けにスパチャを頂きましたこと、心から感謝申し上げます、本当にありがとうございます。 それでは、ちょっともう10分、5分延長でありましたけれども、本日は22時35分ということになりましたので、はい、これで終了させていただければと思っております。えー、と今日は何を水曜 だから明日まだあるのねそうね、はい <laughs> はい、それでは、えー、と発見ツイッター探偵団、また明日の夜22時にお目にかかりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。たくさんのチャット、スパチャ、ご視聴いただきました。皆さん、これからお越し申し上げます。ます本当にありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。また明日。